こんばんは。今日から始まりました新番組ベニベニプロデュース。ボイトレ生徒役として進行のお手伝いをさせていただきます、ベニオです。こんばんは。脱力発声道場ハートオブ星代表トレーナーの田中裕次郎です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでこの放送はベニベニプロデュース第1回目の放送になるわけですが、とにかく楽しい放送ができればいいなと思っています。それではまず自己紹介をさせていただきます。はい、じゃあまず私から。はい、私の名前はベニオと言います。1992年10月29日生まれのサソリ座です。先月20歳になりました。そんな私はプロのロックボーカリストを目指しています。まだまだ修行を見習い中ですが、皆さんとこの番組を通してレベルアップできたらいいなと思っています。そして皆さんとこうして番組で出会えたのも何かの応援だと思うので、仲良くなれたらいいなと思います。こんな私ですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうちょっと普通に喋っていいよ。緊張しちゃって。今日初めてなものですから、よろしくお願いします。ですね、改めまして田中裕次郎と言います。今日の番組、今日これが第1回の放送なんですけれども、メインテーマはボイストレーニングで、まあ、彼女はこれからもうボーカリストを目指して、まあ、今これからも、これまでもこれからも頑張っていくんですけれども、まあ何て言うんでしょう、歌だけじゃなくて声、そういったものでいろんな、その例えばお悩みの解決とか、彼女がこれからどんどん成長していく過程とか、そういったものをどんどんこちらでこういろいろ何て言うかな、お送りしていきたいんですけれども、今日は第1回なのでまずテーマがありまして、今日はボイトレよくある質問 Q&A にいろいろお答えしていこうと思います。ですので、もし今ご覧いただいている方で自分の声とか歌にもし何かこう悩みとか質問とかあったら、どんどんコメントの方に書き込んでいただければいろいろお答えできると思いますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、はい、この放送で使用している機材やソフト類は全て誰にでもお手軽な値段で購入することができる民生機器ソフトウェア類を使用しています。その理由は、多くの方に気軽にネット放送をやってもらえるように、秋葉原などで売られている機械でできる限りのことをやってみようという考えからです。なので放送時の画面や音声が見苦しかったり聞きづらかったりすることもあると思いますが、その時はごめんなさいということでお許しください。また番組内の BGM やカラオケネタ等は著作権フリーの楽曲並びにニコニコ動画から拾っております。はい、じゃあですね、まあ改めましてですけれども、まあ機材説明も終わったところで、まあ歌やってるじゃないですか、はい、で、まあボイストレーナーでいろいろ教えてて、まあいろいろ質問来る中で一番多いのは何かって言ったら、高い音出したいってことですよね、うん、自分の大体ね、まあ3つぐらいが代表的なんだけど、喉が枯れる、うん、まあ疲れるっていうのと、自分の、まあ、一番いい声の出し方がよくわからないと、高い音出したいって、うん、この質問はものすごくよく来るんですけども、おお80超えてる、すごい、ありがとうございます。一気に増えましたね。じゃあですね、もう今見てる方はラッキーだと思います、ね、今日早めなんですけど、ここでちょっと動画をご紹介したいんですよ。で、ちょっと待ってくださいね。こちらは OK なの で、ちょっと今から動画を、2分、今日なんですけれども、ちょっと見ていただけるでしょうか。じゃあ、お願いします。押したけど行かない、あ、ヘッドホン押したんだけど行かない。ちょっと振ってみますんで、多分ぶつからないと思うんですけど、ちょっと微妙に、絵的にどうか見てもらっていいですかね。どうでしょう、大丈夫ですか先生、そこで回します。はい、はい、じゃあ絵的にもいいですか。大丈夫です。じゃあ今からこれを使って音の仕組み、正しい知識ですよ、だから正しい方法になるんですね。音って何なのっていうことを考えずに、私は声が出せます、散々歌って
来ました、ライブの経験もあります、ボイトレ1年行ってましたじゃなくて、あなたの声ってどういう仕組みで出るか知ってるって言った時に、考えたこともないっていう、そういうのほとんどで、それからきちんと正しくしていく、それを教える。そのためには音って何なの、これが分かってないと、っていうかそれが分かった方がいいので、これただの管ですよ。電池もついてないです、何も動力源はないです。いいですか、それをただ管を振るだけ、音出ましたよね。こんなシンプルなシステムで音って鳴るんですよ。じゃあなんで音が鳴るの、そこが重要なの、それが普遍的な知識なわけ。しっかり覚えてほしいんですけど、空気がある一定以上の速度で流れた時に音が発生するんですね。実際には人間の聴覚範囲に聞こえる周波数が発生するから、あ、音がしているって聞こえるんです。よくさ、これ犬はさ、人間に聞こえない音聞こえるとか言うじゃん。で、そんな声を俺が出したって聞こえないじゃんっていう話になっちゃうじゃん。それは音じゃなくて、人間の聞こえる音がこれを回すことによって空気が速く流れる、だから音って鳴っちゃうのよ。これ頑張ってないの、俺も頑張ってないの。でも多くの人はあーって言うじゃん、カラオケでもライブでも頑張って声出すじゃん。正しい仕組みがあれば音は鳴っちゃうんです。で、さらにここ重要なことなんだけど、特に歌手になりたいあなたに重要なんだけど、高い音出せるようになりたいんですよって人が圧倒的に多いんだよ。あなたもそれに興味ある？はい。今一発でその仕組みが分かる。はい、今見て、ごめんなさい、今物を片付けておりました、今見ていただいた動画で、あの、気づきになったかどうかわかんないんですけど、彼女映ってたんですよ、あの後ろ頭が懐かしいよね。懐かしいですねあれは9月30日、今年のですよ、今年の9月30日に、まあ、実際にあの私がレッスンした模様の一部なんですけれども、そのレッスンミクシーで見たんだよね、はい、俺の募集をね、はい、でそれ俺、レッスンをしますっていう告知をして、で彼女はそれをミクシーの中で見つけて、あの応募をしてきて、で実際にレッスンをしたんだよね、はい、あの時ね。でその後に10月の28日29で、あ、28ですね、だよね、あれ30、あ、違う、9月30日、あ、28です、そうだよな、28です、はい、のレッスンにも来たんだよね、はい、ね、でそこでまたそこのボイストレーニングレッスンをしまして、でおす、ごめんなさい話の途中だけど97名の方がありがとうございます。でそこでだから彼女に2回そのレッスン、ボイトレのレッスンをしまして、そこでまあプロデューサーの目に留まりまして、それで今こうやって現在番組をするようになったんですよね、はい、不思議な偶然というかね、最初こんな風になるとは思わなかったですね。思ってなかった。嬉しいです。でですね、今この秋葉原末広本舗さんの方でいろいろ企画を用意しているそうで、オリジナルアニメキャラクターによるミュージック V っていうのビデオでいいんですか、を制作していて、その出演者の募集ってことでいいですよね。でそういう方たち、例えば何ていうかな、まあ今日もそうですけどボイストレーニングいろいろお伝えしたりとか、まああと他にもいろいろ企画があるんですけれども、そうやって何ていうかな、まあ成績優秀な方って言っていいのか分かんないですけど、いいなと思われるような方はどんどん、例えばこうやって彼女みたいにどん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 これからプッシュをしていくそうで、船虫カメラマンさんっていう方がいるんですけれども、その方が今オリジナルアニメキャラクターを制作中なんだそうです。でそのキャラが出来上がり次第、キャラ名とか衣装とかそういうのをどん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 視聴者さんともやり取りしながらこう決めていって、でなんていう、視聴者数の目標値が超えたら都内でオープンマイクとかでどんどん外にも出ていって、それでいろいろその活動の幅をね広げるお手伝いをして、で例えばそのライブハウス、都内のライブハウスで単独ライブを目指したりとか、
またそこから、まあ、楽曲の提供とかいろんなこともあると思うんですけども、そういうような企画を検討中らしいということで、ぜひぜひそういう方面に興味のある方もね、あの番組に一緒に参加していただけたらなと思っています。はい、はい、でですね、ありがとうございます。111名の方が出てくる。あんちゃん一気に伸びましたねで、じゃあ早速今日の番組の内容の方に入っていきたいんですけれども、はい、まあ先ほどもお伝えしましたけれども、今日はまずボイトレよくある質問にいろいろお答えしていこうと。で、事前に彼女の方からもいろいろどんなあの質問があるかなみたいなことで教えてもらったんですが、例えば、まあちょっと読み上げると、あ、自分で読んでみます？あ、この部分、はい、自分が書いてくれたやつ。はい、喉を開いて歌おうとすると滑舌が悪くなりこもってしまう。歌に面白みがない。どんな歌声がベストなのかわからない。張り上げずに高音を出すためには、低音でも響かせるためには、カラオケだと調子が狂う。どの程度喉を使っていいかわからない。地声での高音の出し方、芯のある声の出し方、うん、まあ、こういう質問を書いてくれて、で今あのコメントの方で私もプロになれますかって書いてくれてる方がいるんですけども、うん、あのなれるかどうかはそれは俺にはわからないですよね。やっぱりそれはね、あの、うん、なんて占い師じゃないのでなれますよとかなれませんとかって言えるものじゃなくって、ただもしプロになりたいんだったら、今日後半の方ですっごい重要な話するんで、あのプロって何なのっていう話とか、基礎発声ってまあ、多くの方は必要だと思ってると思うんですけど、本当に必要なのかっていうようなことから、じゃあプロって一体何なんだよみたいなこともちょっと話をする予定なので、ぜひあの後半の方まであの見ていただきたいと思うんですけれども、あ、内輪だねこれとこです。ありがたいことですね、はい、ありがたい。オーディション番組ですかって、これ何と答えていいですかね。オーディション番組似たようなもんだそうですあのだからそういった余地は十二分にあるわけですよね。だからどんどんそのなんていうの、あ、ここで言った方がいいのかな、声優さんで声優を目指してる女の子の指令が一人いて、その子を一人プロデューサーに紹介しようかなっていうのはちょっと前々から思ってて、今プロデューサーにも言ったことないんだけど、今初めて言ったんだけど初見あとね、まあ、プロ歌手目指してる女の子とかもいるんですけど、そういう子たち、そういうな、まあベニオさんもそうですけど、やっぱりいろいろさ、こうやりたいっていう夢は持ってても、うん、なかなか難しいでしょ、真面目な話。そうですね、何を選んだらいいか分かんないし。そうだよね。で、そういうさ、オーディションとかあとあっても結構うさんくさい話もあるしさ、危ないじゃん。そうですね。特に女の子とかを募集してるようなところだと、なんかね、おかしなこともなくはないじゃない、うん、かといって今音楽業界実際もんで売れてないからさ。そうですね、うん、だからプロのミュージシャン目指しますって言っても、もう本当に演奏の方だったら打ち込みでいいってなっちゃうし、歌だってボーカロイドとか今散々に普及してるから、だからそういうので単純に歌手になりたい。あ、今日ね、あのここは秋葉原なんですよ。で、あのいつも秋葉原からこのスタジオに来るんですけど、あの AKB のなんか、うん、劇場あんじゃん、はい、あそこででっかいモニターでさ、うん、AKB の子たちがなんか歌って踊ってるのが映ってて、その前で高校生ぐらいなのかな、なんか女の子が 2,3 人でその画面見ながら一緒に踊ってんのよ。もう可愛らしい、うん、すごい興味があるんでしょうね、うん、それこそやっぱりなんていうのかな、憧れてるんだと思うのよ、そういう世界に、はい、ね、やっぱり自分もそういう世界にもし入れたらいいなっていう気持ちはやっぱどっかにあると思うのね、うん、でそういう人たちっていっぱいいると思うんですよ。ただ難しいでしょ、正直な話。そうですね、ね、うん、で、なんていうのかな、なれる人もいるわけで、いないわけじゃないよね、はい、実際プロになれる人もいるし、でもなれない人の方が圧倒的でしょ、はい、で、例えば君だったらさ、たまたまミクシーの募集を見て、うん、で、来て、今こうやって生放送やってるわけじゃん、びっくりするこれ現実じゃん、はい、そういうこともあるんですよね。一生懸命頑張っていろんなことやったりして、それこそ時間も使ってお金も使って、でも何にもならない、うん、でも実際俺なんかボイストレーナーとしていろんな人からそのメールとか来るけど、
40歳過ぎてて、でもまだプロの歌手が諦めきれない、声優にどうしてもなりたいとかっていう人いるんですよ、少なくないの。で実際劇団なんかで芝居やってる人でも、実際劇団も入ってる、たまに芝居もやってる、でもメインはバイト、いっぱいいるじゃん、そういう人って。現実的にはそれで食えるようになるっていうのも本当に大変なことでしょ、でも実際食えてる人もいるわけですよね。その違いは何なのかってこと、でそういうことが運っていうだけじゃなくって、もっともっと具体的にいろんな、そのなんていうかな、まあルールって言っちゃうと硬いんだけど、なんつんだろう、ん、隣の方はどっちだ、どっちの隣で、わしかどっちの関係者でしょうね、これね。ベニオです。田中です。ただ、まあ、ちょっと話長くなっちゃったけど、要するにプロになりたいとか何らかそういう夢や憧れを持っている方は、ぜひこちらの番組なんかでもいい意味で利用してください。どん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 こちらの番組の方でプッシュしていくっていう、そういう用意も具体的にありますし、その実例がもうここに一人いますから。ありがたいだよね。はい、本当にありがたい。でちょっとボイトレの話に戻りますけれども、はい、例えば喉を開いて歌おうとすると滑舌が悪くなりこもってしまうってあるじゃない、はい、これ自分で何だと思う？口の中だけ広、なんかそうやって歌うともうすごい頭の中に響いて、なんかあいい感じと思うんですけど、他から聞いてる人はこう思ってるって、滑舌悪いって言われるんで、やっぱ口の中だけで歌ってるかなと思って。あー、内耳外耳って聞いたことある？ない。ああ、あります。ないです。なんだよ、お前。ないです。ないです。ちょっとボード使ってもいいですかね。このまま喋っちゃってもいいですか？録音した声を初めて聞いたときショック受ける人って結構いるでしょ、はい、自分の声って、そうそうそう、なるよね、はい、ました。その関係でもあるんですよ、これが、人間の、音の出る仕組みっていうのは、まあ副鼻腔がどうとか、その口腔、口の中、から外水、咽頭、喉っていろんな、まあ、あるんだけど、まあ、その専門用語はどうでもいいんだけど、大事な言葉、自分の聞いている声と人が聞いている声は全く違うっていうことね、だから録音した時に誰だよこれと思っても、はい、友達に言わせたらお前じゃんってなるじゃん絶対間違いなくベニオでしょってなるでしょ、はい、こんなこもってないしと思ってだけど、はい、相手はその声をずっと聞いてるわけよ。ああ、そうですね、間違いなくこれは君の声だよね、でも自分ではそう思わないっていう、このズレが非常に問題で、それが内耳音外耳音って言うんだけど、内耳音っていうのは自分の中で響いちゃってる音で、ん、田中さんはプロデューサーさんですか？ No チャンス、単なる一ボイストレーナーです。自分の声好きな人少なそう、あれなんつうの、そうだから今内耳音外耳音って話してますけど、自分の聞いてる音と友達周りの人が聞いてる音が違う、でこれは人間の仕組み上そうなんですよ。で自分ではいくらいいと思ったって、まあ自己満足したいだけだったらそれでもいいんだけど、やっぱりうまいとか、いい声って言われたくない？言われたいです。歌って変な声だねって言われるのどう？嫌です。嫌だよね、はい、やっぱいい声だね、歌うまいよねって言われた方が嬉しいでしょ、でその時に自分の声を自分で正しく認識してないっていうのは非常に問題があるわけよ、で例えばプロっていうのは音の帰り、モニターで帰ってくる音とかそういうのすごく気にするんだけれども、自分で例えば楽器を弾いてるとして、まあライブハウススタジオでもいいですけど、自分で弾いて自分で聞こえる、でその時の音で OK は絶対出さないんですよ。自分の音が例えば PA を通すんだとしたら、機械通して、でお客さんにどういう音が届いているのかっていうのを自分の耳で確認して、いいか悪いかチェックをするのね。だから
例えばその自分の手元ではすごくいい音が鳴っている、それはもうどうでもいいことで、お客さんの方に届いてる音がこの音ですって言われて、それがいい音でも自分の手元では変な音が聞こえてる、それ全然構わない。出音って言って、出た音がどうなのかっていうことが一番大事だから、プロの場合はね。書いてたんですか。はい、いいですよ。だけどもやっぱりそういう感覚がこう分からない人だと、自分に聞こえる音だけで判断しちゃうんですよね。で内耳って言って、要するに単純に言っちゃえば自分の中ではさ、声が響くのよ頭蓋骨の中で、で副鼻腔って言って、この頭蓋骨の中に4つ空間があるんだけど、人間っていうのは要するにエコーがかかったような感じに聞こえるの、はい、単純に言えばですよ。で自分ではいい音に聞こえちゃうわけよ、はい、でもそれは自分だけなのね、うん、だからそうでした、自分でさ、はい、いい声だな、今いい感じで歌えたなと思っても、相手からそのなんていうのかな、そうじゃないよって言われたらさ、ちょっとへこまない？へこまし、ってじゃあどうやって歌うのみたいな。そうだ、その矯正、修正を、お、プレミアム。わー、ありがとうございます。プレミアムのご参加ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい、それ皆さん、すいませんでした。君の役割ですか、ね、はい、覚えてきます。で、話戻しますけども、自分の音でその自分が聞こえてる、だこれで OK と思う人と、自分がどういう音が出ているのかっていうのをチェックして OK って判断する、判断基準が違うわけよ、はい、それがプロとアマチュアの差でもあるんですけれども、なんつうんだろう、例えば歌に面白みがないってなったじゃないですか、はい、で面白みがないってどういうことですか。自分の場合全部ブワーって歌っちゃって、抑揚がないだと思うんですよ。それで、うん、面白みがないのかなと思って、あとよく感情を込めるっていうのを聞いてて、うん、で感情を込めたつもりだったんですけど、うん、なんか歌い方を変えるんじゃなくて、もうその人の気持ちになって歌うだけで、なんか実際歌は変わってなかったっていう、わかります、うん、意味とかなんで、そういうのができてなくて面白みがないんかなって。聞いてよくあることですよね、それね。でもね、例えば、はい、面白みがない歌、抑揚がない、まあ、例えばライブやる方で歌はいいんだけど MC になっちゃうと、どうしてもこうフラット平坦な感じで全然感情が感じられなくて、うん、MC で盛り下がってしまうのをどうしたらいいですかねみたいな相談も受けるんだけど、うん、まずね、圧倒的に一つこうラインがあって、例えば君が普通に歌とかじゃなくて普通にこう喋ってる時に面白みがないって言われたことある？ないです。ないよね、はい、なんで？ちゃんと感情込めてるからですか？うん、普通さ、芝居とかでもなければさ、うん、痛いなら痛いって言うだろうし、うん、はい、楽しいなら笑うだろうし、自然な感情表現するじゃない、はい、だからなんか普通にだよ、例えば親との会話でもいいわ、友達とかでも何でもいいんだけど、面白みがないって言われることってありえないでしょ、はい、だからそれだけ不自然なわけよ、面白みがないってことは、うん、歌い方が、そうだから面白みがないって言われちゃうことは、うん、自分の本物の感情でもなければ、うん、自分自身の表現をしてないってことよ。もう本当に歌うことだけに集中してるんで余計かもしれない。ね、それがね、あえて言ってしまうと、歌うことだけっていう、その歌は何なのかって言ったら、自分の本当の感情がない、つまり嘘なの。嘘か、うん、きつい言葉になってしまうけど、それは単なるわざとらしい演技なんですよ。だから面白くない。そうで、面白くないって言ってくれる人はまだよくって、うん、要するに自分がわざとらしい演技のような歌をやってしまってるから、嘘をつかれたら普通人は不愉快になるのよ、うん、だからムカつくとか言われてもおかしくないんだよ。それをかなり柔らかく言ってくれてんだよ、面白みがない。優しいですね。うん、まだね。だから、そういう歌い方をどうすればいいですかって言えば、もし聞かれたら、どうすればいいですか、そういう歌い方をやめなさいってことよ。はい。あ、やばい。シンプルでしょ？はい、シンプルでした。でも、じゃあどうすればいいのって話になるでしょ？はい。
でさっきこういろいろね言ってくれたその他にもどんな歌声がベストなのかわからないとか、うん、張り上げずに高音出すためにいろいろ言ってくれたじゃないですか、はい、もう一言でこれ全部同じ答えで言えちゃうのよ。まあ全部強調してるんです。うん。何かって言ったら基礎発声ができてない。あ、そうですね。基礎発声ができてたらこういう質問って出ないんですよ。やっぱ自己流で長年やってきたから、いけないですね。ただしあえて言いますけど、基礎発声って必要か？はい、基礎発声って必要だと思います。特に歌が好きな人、歌が上手くなりたい人に聞きたいんですけど、基礎発声って必要だと思います？どうでしょうか。じゃあこのままちょっと進めちゃいますけれども、基本は大事だと思うけど、そう、あのね、大事ですよ。大事だっていうことに反論はない。ただ、例えば君だったらさ、そうでもないような気もみたいな。ああ、いいですね。プロの歌手になりたいわけじゃん。はい。ロックボーカリストになりたいわけじゃん。はい。アイドルとは違う。違います。例えばさ、今 AKB とかだな、CD やっぱ売れてるわけでしょ、現実問題として。プロだよな、あの子たち。そうです。プロの歌手じゃん。はい。あの子たち、すごい。おお、はい。すごいですね。で、これは どうすればいいのかな。思わない。俺が答えるわけじゃないですよね。みんなが今答える。答えですよ。いいですよ、そっちも答えて。思うじゃあ思うにしとこう、はい、お思う 70%。 なるほどね。やっぱり上手くなりたいと思うから。じゃあね、思うっていう方、もちろん思わないっていう方にも、うちのボイトレの先生は一番大切ではないと言ってました、これは素晴らしい答えで大切ですよ。でも一番大切じゃないのよ。だって基礎発声、例えば、まあ、実力って言ってもいいや、 AKB の子たちが、まあ、歌が上手いかどうかって、それはファンとかファンじゃない子で意見分かれると思うんだけど、まあ、俺もその AKB のことよく知らないんでいろいろは言えないですけども、実力派シンガーっていう人だけがプロ歌手ではないでしょう。はい、ですね。例えば君だったらプロの歌手になりたい、で例えばプロの歌手になりたいとしてロックボーカリストになりたい、で実力をつける、そのためには基礎発声だろうっていう、こういうふうな順番で考えたとするじゃん。これは間違ってないんですよ、でも正解でもない。なぜなら君がプロ、基礎発声がものすごく身についた、さらに練習していってすんごい実力がある、もう実力派のシンガーだってことはたくさんの人が認めてる。必ずプロになれるか？なれない。イコールじゃないでしょ。はい、で世の中歌が上手い人なんていくらでもいいんですよ。もうそこら中にゴロゴロって言っていいのかわからないけどそこまでは言っていいかもしれないけど、ただ歌が上手いなんていっぱいいるんですよ世の中、だけども歌手にそれでなれない人っていうのもゴロゴロいるわけ、逆に別に基礎発声なんか全然できてなくたって CD バカバカ売れてる人もいるでしょ。それは現実じゃない、だから基礎発声、実力、それはないよりはあった方がいい、あって困るもんじゃないからね。そうです。だけども特にプロの歌手になりたいとか言うんだったら、さっきの人が書いてくれたみたいに一番大切なことではないのよ、だから基礎発声を身につけるっていうのは大事ですよ。だけどもプロ歌手になりたい、実力をつけたい、で基礎発声、これは間違ってはいないけど単なる選択肢の一つなのよ、その方法でなれる人もいるよ、でもそうじゃなくてプロの歌手になれる人もいるでしょ、であえて言うならば、例えば小さい子供たち、幼稚園生とかで幼稚園のお遊戯会で歌った、もうお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん感動するよね。はい、します。その時にうちの孫は歌は下手だけども頑張ってるとかそんなこと言うからうまいって言うでしょ。言います。はい、素晴らしい、もうこれは天使の歌声だとかって言うと思わない、はい、それは
嘘じゃないでしょ、はい、本当でしょ。そのおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんにとっては、うん、世界で最高の歌に聞こえるのよ、うん、仮に音程外れても、うん、リズム狂っていても、うん、歌詞ぶっ飛んじゃって泣いたとしても、ぜいよかったよって絶対言うと思わない。はい、言います。上手いと実力ってイコールかっていう、違います。違うでしょ。そこなんですよ。だから基礎発声が大切かって言ったら大切ですけども、誰も彼もが身につけるべき必要のあるものとは俺は思わないどころか、うん、実際基礎発声は内容があった方がいいけど、基礎発声本当にやっぱり身につけたいって言うんだったら、やっぱ結構時間かかる、うん、か時間もかかればお金もかかるし大変だし、やっぱりある程度身につくったらやっぱ最低でも2年だよね、うん、でどん例えば半年ぐらいガーってやってある程度何かを掴ん でそこからこう自分なりの活動でね、いろいろやっていって身につくっていうこともあるから、うん、2年必ず誰かに習わなきゃいけないとかそういう意味じゃないんですけれど、はい、なんか目に入っちゃった、ゲーちゃん充電切れそう、ダメだえ友達ですなんか充電切れそうって妙にも積もって恋子なんです愛してるだからね、じゃあ何が言いたいかっていうと、基礎反省は誰でも彼でも身につける必要がないし、特に例えばこれから冬じゃないですか、うん、で忘年会とか、まあ気が早いけど、うん、例えばそのクリスマスイベントとか忘年会とかイベントとかでね、いろいろカラオケに行くとかっていう人たちも多いと思うんですよ。でそういうところでうまく歌うっていうことと基礎反省っていうのはもう全然別物でいいと思うんだよね。あー、楽しんだ方がいいってことですか、うん、やっぱそうですよね。で例えばさ、君が前メールくれた時みたいに、うん、なんだっけ、俺のレッスン受けた後にさくれたメールで、はい、歌をうまく歌いたいけどうまく歌えないことがばっかり気にするみたいな、うん、苦しかったです歌うので、はい、って書いてくれたよね、はい、だから歌が好きで、で歌を歌うことが苦しくなって、でその時ボイストレーニング行ってたんでしょ。実際行ってました。行ってたんだよね、はい、お金も払ってたんだよね、はい、お金払ってボイストレーニングに通って歌好きな歌が苦しくなっちゃうっていうのはどうなのかなっていう気がするのと、うん、でその後に君が書いてくれた、俺のレッスン受けてまた歌が楽しくなれたとか、うん、はい、歌に対する情熱を感じたみたいなことを書いてくれたじゃないですか。そういうことが大事だと思わない？はい、すごい、もう多分この歌を歌っても歌手とか目指してる人とかで、うん、この自分みたいな、なんか好きだった歌がなんか苦しくなっちゃう人はいっぱいいると思うんで、だよね、やっぱそこは伝えたいですね。そうだよな、はい、実際さ、そのレッスン、まあ俺のレッスンですけどやって、まあ特に2回目ですごい声変わったじゃない、はい、でああいう、どう、単純気持ちよくなかった？気持ちよかったです。だよね、はい、だから歌ってさ、プリミティブっていうんだけど、人間にとってすごく原始的な行為なのよ、うん、だから昔の、なんとか文明みたいなさ、古い時代でもさ歌ったり踊ったりとかって、うん、まあ、見たことないけどそこまでは生きてないのででも幼くしてたっていうのはさ、もう常識的に今伝わってるじゃないですか。なんとか文明、何万年も前の人たちがなんか、うん、そこそこパーティーって言っていいか分かんないけど、そういうのやったの壁画に残ってるとかってあるんじゃない？そういうのでもさ、はい、人は歌うんですよ、うん、すごいですよね。ね、なんで歌うんですかね。ああ、いい質問だね、これアンケートできますかね。なんで歌うんですか。あ、どういう選択、どういう選択肢ですか。ん、人はなんで歌うっていう。やっぱなんか無意識にうーんとかやってて、そっから、いや、アンケートの選択肢考えてよ1番とか2番とかさイエスノーとかさで答えられること、なんでですかって、楽しいからと、お前が答えるとなんですか、すいません、アンケートじゃねえ、すいません、考えてください、わかんない、中止中止、すいません、自分で質問して自分で答えてよ、申し訳ございません。哲学的だねって話もありますけど、あ、天然さん、うん、そうだと思いますよ。バカなんです。でもいい子ですから。ありがとうございます。はい、だから人はさ、
っぱり感情表現ってしたいとかしたくないとかじゃなくてしちゃうもの、例えばちょっと手出して、でもしさ俺がベンってやったらさ、いてとか言うと思わない？痛いです。なんで言うの？え、反射的、いて。そう、反射なんだよ。考えて今何がどう当たってどんぐらいの質量がどの角度で、そんなどうでもいいじゃん。いてもないてんだよって。いてはってで、いてとか痛いとかさ出ちゃうでしょ。はい、出ちゃう。それと同じよ。だからこの反射、もしくはまあ脊髄反射っていう言い方もあるんだけれども、いやそうしちゃうですよ普通っていう、うん、いや楽しく歌うし悲しく歌うものなのよ、うん、人っていうのは繋がった。だからさっき言ったプリミティブ、原始的、まあ本当は原初的っていうんだけど、だから単純なことなのよ人が歌うって。うん、だから歌って楽しい、だから歌が大好きの人ってうん、いや分かる、これ場合によっちゃ痛くなくても痛いっていう気がする。どういうこと？なんか叩くふりされてるのに痛いって言っちゃう。よくやります。そうなんだ。あ、やります。まだ叩いてねえし、とりあえず。なんで叩かれるの？え、わかんないです。そういう趣味？違いますよ。何それ。違いますよ。そんな趣味ありません。すごいうるたいたね今ね。いきなり、まあ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 、ちょっとあれですけど、そういう脱線しちゃう、うん、なんていうの、だから叩かれるふりをした時に叩かれていないけどいてっていうのはもう痛みを想像してるから。お、叩かれたら痛いに決まってるでしょ。あ、もう叩かれる、叩かれるんだ、当然痛いような、いてっていうのも出ちゃうから。そういうものなんですよ、人。やだこれ、ちょっと先生。だから拾わなくていいんだよ。すいません。身についちゃった。で、なんだっけ？いてっていうのは。あ、だから反射。だから歌とか声出すってすっごい原始的だし、うん、まあまたね、その哲学的みたいなこと言われちゃうかもしれないけど、人間ってさ、生まれて一番最初に何する？泣く。声出したの？はい。もし生まれてきた子が泣かなかったら、お医者さんとか看護師さんが必死になって、うん、泣けってやるよね。はい。羊水、お母さんの体内にいて、羊水がずっと満たされてて、お母さんの体内にいるときはそれでいいですよ、守られてるか、うん、でもお母さんから生まれ出てきて、要するに初めて自分で生きる、うん、その時一番最初にしなきゃいけないことは自発呼吸でしょ。でその時に生まれてきた赤ちゃんが自発呼吸で羊水にこうくるまってる状態でふーって吸うわけないじゃん。吐くんですね。吐く、溜まってるものを吐き出したいんだよ人は。はあ。それが赤ちゃんだったら羊水だし、大人になったとしても感情、怒りとか喜びとか、それは吐き出したいものなのよ。すっごい原始的な声を出すって。そういうこと変な話だけど、まあ映画なんかでさ、例えばサスペンスものでさ、まあ誰かに捕まった悪い人にね、でも手足縛られてこういう目隠しとかされて、で殺されるとかなんて、最後人間何するかっつったら悲鳴あげるでしょ、はい、もう相手を殴ることもできない、逃げることもできない、でもせいぜい何か抵抗したい、もしくは恐怖、最後に声出すよね、うん、一番原始的で単純なことなの人間は、うん、だから声を出すっていうのは人間にとって、まあこれは俺の個人的な考え方でもあるんだけど、声を出すって生きることそのものだと思う、うん、だから例えばいい気持ちの時、怒ってる時、そういう感情がそのまま声に出る。で、それを使って歌ったとして、うん、面白みがないなんて言われるわけないじゃん。はい。そうですよね。でしょ？話変わるんですけど、はい、同じようなことなんですけど、うん、この間山口百恵さんのコスモスかコスモス聞いて、すごい喋るように歌ってて、もう泣きました。そういうことですよね。いや、そうでもないんだけど。なんか、すげえのか。いや、今の話は、ん？あ、広告設定されました。ドクトリユージロ最高さん。ありがとうございます。最高です。
あ、俺これ初めてで、ですよね、多分ね。あ、ありがとうございます。へぇ、すごいですね。この番組見るとデビューできるらしいぞ。うん、あり得る。ランキング3位ですか。何のランキング？今見てる放送ランキング。すごい。わー、わー、イエーイ。すげえ、ランキング3位やって。すごい、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 すごい。お前運持ってるわ、やっぱり。ラッキーガールですね。なんか持ってんだな、きっとな。ありがてえ。すごいすごい。ありがてえ。今変な汗出たもん、俺。私も出ました。すごいすごい。すごい。ランキング3位ってすごいですよね。すごい、すごいですね。へえ。すごい、すごい。え、ちょっと、うん、すごい。じゃあちゃんと見た目ちゃんとしなくちゃと思って。ランキング3位で今急に気にしてどうする、はい、ね、それより急の場合姿勢を。あ、そうですね。で、あ、もう40分だって。あ、あっという間。うん、もう3分の2終わってますよ。告知しなきゃいけないこともいろいろあるんだけど、まだ大丈夫ですよね。だからね、まあ要するに言いたいことは、さっきプロになれますかっていう話もありましたけど、なれるかなれないかで言ったらそれは分かんないですよね。俺が決めることでもないし、だけど可能性はあるんですよ。で、可能性は君には今すごくある。だからこうやって実際番組出てランキング3位とか出て、はい、すごいですよね。だけどこれだけじゃないんだよね、うん、ランキングってちょっと仕組みよく分かんないけど、あっという間に落ちることもあるでしょうし、うん、なんかこう、あ、ちょっとごめん、いや、なんでもない、あの、気になって今ね口に出そうと思ったらコメントがあったんだけど、あ、これ言わない方がいいなと思って。何ですか。な、え、全然、あ、全然、全然で、はい、なんだっけ、ん、俺今何を落としたの、このコメントでちょっと今動揺した。あ、そうだから君が今はいい状態だとしても、さあもう分かんないですよ、うん、この数時間数分後どうなるか分かんないし、だから自分の可能性ってやっぱり自分で広げるしかないんですよね、うん、で一旦広げて終わりじゃないわけ、ずーっと広げ続けなきゃいけないのよ。それをできるかできないかっていう人がもしかしたら才能あるかないかの違いになるのかなとは思うね。書いてきます。うん、一回だけ努力しましたってのは才能じゃないんだよ。何回も、何回もじゃなくてずーっとずーっと継続っていうことが大切な、いろんなところで言われるじゃないですか。継続難しいですよね。そう、難しいんだよね。すぐさ、パッとやって結果出ちゃうと満足しちゃうからさ、うん、で人間ってうまくいくと飽きるんだよね。あ、うまくいかないと引きずるんだよ。燃えるんですね。そう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 。じゃなくて大切なことにやっぱり継続し続けるっていうことが本当に重要だから、一発屋芸人さんみたいな話ってよく聞くでしょ、うん、はい、バーンと言ってきっかけはつかんだ、だけど1年後どうなってるかなんて本当に分かんないと思うよね、はい、だから俺は一発屋芸人で売れたことはないから分かんないけど、売れてる絶頂の時にものすごい怖いんじゃないかな。あ、そうですよね。今は毎月何千万とお金入ってきて、うん、CM も出た、映画にも呼ばれた、もうみんなにチヤホヤされる、だけど毎晩ベッドで寝る時、来月どうなる、来週どうなるんだ、そんな状態で絶頂だからものすごい不安っていうような状態なんじゃないかなとかって勝手に想像するけど、あながち間違ってはいないと思わない？そうですね。ね、不安。だから逆に言えば今絶不調の人、どん底の人だって同じようにやっぱりチャンスはあるんですよ。だから今売れてるから、もしくはすでに売れたからという人だけがなんとかなるんじゃなくって、例えば君だって本当にあの9月の30日のレッスン、あ、まあ、メールのやり取りその前してたから、実際9月の半ばぐらい初めてやり取りして、初めです。今間が面白かった。なんて言うんだろう、9月の初め、はい、まあ、上旬って言い方です。上旬、あ、やっぱ上旬でよかった、うん、やっぱだって最初言え。違うんです、バカさらしたくないなと思って。それが出たよ今。で、だから9月、だから今11月の半ば、あ、今日19日、だ中旬だよね、はい、いや2ヶ月ちょいじゃないですか、2ヶ月ちょい前にこんなことになると思ってなかったでしょ。番組でこうやって生放送するなんて思ってなかっただろうし、はい、ランキング3位なんかさ、はい、びっくり、
だからね、一発屋にすらなれない人たちは、だからこれからあれ当てるんですよ、一発を。当てようとするんですよ。当たらなければ当たるまで継続することなんですよ。それしかないから。それが明日来るかもしれないし、来年来るかもしれない。だけど、じゃあ来年まで、俺は待てねえよ、私はそこまで。そこが、まあ、正直言っちゃうと俺はダメだと思う。やり続けるしかないんだもん。そう、間違えても直せば OK なんですよ。そしたら間違いがいい失敗だった、いい練習したなってなるじゃないですか。だから継続する気持ちさえあれば、すんごい失敗した、それはいい経験、うん、だから失敗したなと思っちゃうから失敗であって、だから俺ね、小学校のさ図書室みたいな話になっちゃうけど、はい、まあ、俺はそのナポレオン・ヒルとかダン・ケネディって尊敬してる人がいるんだけど、はい、要するに小学校の図書室でさ、偉人伝、偉い人みたいなさ、エジソンが偉い人とかたんじゃん。やっぱエジソンは電球ができるまで、ちゃんと完成するまで諦めなかったって本当に偉いと思いますよね。まあ、俺が偉いって言ったらエジソン怒ると思うんだけどさ、お前みてえな鼻くそみたいなやつ言われたからやと言うかもしれないけど、でもやっぱすごいと思いますよ、諦めなかったっていうのは。だから結果出した人ってみんなそうだよ。そう、そこだよね。諦めないっていう、諦めないでいられるってことが才能なんじゃないかなと思うね。そうですね。でね、あ、先生のレッスンはどこで受けられるんですかって書いてくださった方がいますけども、動画の話もしていいんですよね。今月からって言っていいのかな、秋葉っぱら末広本舗さんの方で有料の動画っていうシステムっておかしいですよね。まあ、そういうものをもう用意していて、実は俺の一番今日ね、一番最初から今日見てくれてすっごいラッキーだと思うんだけど、動画あったでしょ、2分ちょっとの高い音の出し方とか、うん、あれとか、ああいう俺が実際レッスンでやったものとかを有料になっちゃいますけども、そういうのをこれから俺のレッスンとかを見ていただくようなことが、もう来月には大丈夫ですよね。そういったことの案内もできると思います。なので、なんていうのかな、そう、今ね書いてくれてる根性もある意味才能なんですね、これ本当そうだと思うんです。ただしね、でもやっぱり上手くなりたいっていう人は正しい知識が必要。実際だ、今君はこうやってさ番組出てるけど、一番最初の状態だけでこうなったとは思わないでしょ。一番最初のレベルを取ってあって、でそれがまあ今後どういう扱いになるかはまだ俺もちょっと分かんないんですけど、そういったものなんかもこれからどんどんお見せできると思うんですね、この番組を通じて。そういうふうにして、今はベニー・ウォローさんがここにいますけれども、先ほど前の方で告知したんで、ちょっともう一回改めて言いますけれども、オリジナルアニメなんだっけ、ごめんなさい、ミュージック V です。ミュージック V っていうので、はい、オリジナルキャラクターっていうのを今作っていて、それの声をね当てる人とか、例えばそれで楽曲で、例えばベニオがテーマソング歌うとか、そういったようなこともあるかもしれないし、自分もそういうのやってみたいとかっていう人がいれば、どんどんなんていうかな、連絡していただければと思うんで、流れ的にじゃあちょっと問い合わせフォーム言っちゃっていいですかね。出るでしょうか。そういうこと、例えば自分がいろいろ活動していきたいとかっていうことなんかでもコメントしていただいたり、あと、フォーム今出ると思うんですけど、アドレスがそこに行っていただくと、名前とか住所とか書く欄があるんですけど、ニックネームでも結構です。あとハンドルネームでも、で住所とかも例えば埼玉県だけとか東京都とか嘘とかニューヨークとかニューヨークあ、今出てる、そうです。こちらに行っていただければ、こちらに連絡できるフォーム、持ち込みです。だデモテープ持ってけばって、それは問い合わせをまずしてください。そしたらこちらのスタッフさんの方でご連絡するなり、もしかしたらなんかいろいろやり取りが始まるかもしれないので、まずはそのフォームに行っていただいて、
自分がね、声優になりたいんですけどとか、あと番組に対するご意見とか、うん、まあ、今日見た感想とかもね、もし書いていただければすごく嬉しいですし、今後例えばそのベニオさんがこれからいろいろ成長変化して行くかな、行きます、おーおーおー、スイクサーいいね、お前すごいいいよな、本当ですか、うん、ね、行けたらいいかなっていう人よりも行くんだっていう、そういうのが集中だから、ちょっと止めました、それはダメ、それ視野狭いじゃん何でもかんでもぶつかるがいいってもんじゃないし、そうですね、やっぱ視野は広い方がいいんで、うん、やっぱり自分が落ち着いて視野広く、じゃあそうじゃないとチャンス見逃すんだよ、うん、私はこれで行くんだって言うといいチャンスがあっても見えなくなっちゃうから、で猪突猛進って興奮してるでしょ、それ集中じゃないの、単なる興奮なんで、やっぱり視野は広い方がいい。で、まあ、その辺になると、リチャード・ワイズマンっていうイギリスの心理学者の説とかいろいろあって、うん、まあ、それ話すともうとっくに番組終わるからいいですけど、なんて言うんだろう、本当、おこの子すっごくすごく可愛い、照れるわ鼻の下伸びちゃって、どんどんね、いろいろそういうご意見も、なんとか、本当にそういう自分が何か出たい、だからその時に番組出たいとか、作品作りに参加したいとか、うん、いや、自分はそういうのは興味ないんだけど、ボイトレでこういう悩みがあるとかって、もうどうしどうし、送っていただければ、と思います。お待ちしております。さて、じゃあですね、最後に、それで、そのフォームの方とか、例えばその、有料動画に関してとかご案内とかっていうのもあるんですか、有料動画って次の番組で聞かれる、で次の番組の放送日時はまだ決まってないんだよねビデオは男のキャラですかまあいろいろなんだ、アニメだし、例えば仮にもし女性、女の子しか今いなくても男性のキャラとかも新たに作ることも可能だしでしょうしね、例えばテーマソングだって男性バージョン、女性バージョンとかっていう風にしてパターン分けすることも可能かもしれないし、うん、まあ、その辺はちょっと俺があんまいろいろ言っちゃっていいわけじゃないので、分からないんですけど、そういうこともあるんじゃないでしょうか。さて、はい、じゃあですね、それ早いでしょ、始まって早いですね、もうあと7分もうガチガチで始まったのに楽しいです、お前やっぱ持ってるよな、ランキングサイズ本当すごいと思うよ、ありがとうございます、ありがとうございます、そろそろ締めの時間になるんですけれども、いかがでしたでしょうか、ベニオさん。初めはすごい緊張してたけど、ちゃんと喋ろう、初めはすごく緊張していましたけど、すごく楽しかったです、いろいろお話が聞けて、シンプルやねもうちょっとなんか気の利いたこと言ってもいいんじゃないかなってそういうのもだんだん勉強していこうと思います、はい、すいません、だから今日ね、第1回目の放送を見ていただいて本当にありがとうございます。で、彼女本当にね、今日初めてなんですよ。で、これからいろんな形で彼女が成長変化していく、そういったものもね、ぜひ見守っていただければと思いますし、また今ご覧いただいているあなたがこちらに来て、あなた自身も変化するチャンスもありますので、もしそういったものにね、興味がある人がいたら、ぜひぜひこのチャンスを生かしていただきたいと思います、はい。で、今日ね、その基礎発声が必要なのかって話しましたけど、うん、やっぱりね、基礎発声っていうのはないよりはあった方がいい、うん、で例えば、なんていうかな、俺がね、今個人でやってる講座があって、でそれなんかは、まあ、ナレーションスキルって言って文章の読み方を教えてるんですよ、うん、でいわゆる対面ではなくてネットでの通信講座なので、発声とか直接見たりはしないんだけど、読んで文章を読んでもらったものを俺が添削とかするだけなんでね、でまあいろいろ理論とか解説とかするんだけど、でそういうのをやってる、受けてくれてる方でプロの歌手になりたい、声優さんになりたいっていう人ももちろんいれば、もう本当に一般の方、主婦の方とか、ただ接客業の方とかね、やっぱりその自分の声を、うん、まあ、気になるとかよくしたいとかっていう方もいるんだけれども、やっぱりね、いわゆるボイストレーニング的なピアノの前で CD に合わせて歌うっていうだけじゃなくって、
音の出し方、声の出し方っていうものを、さっきはまあ基礎発声とか本当に必要なのかって話はしましたけども、ただそういったものを論理的に具体的に学んでいくと見事に変わる、うん、もうびっくりするぐらい変わるんで、やっぱりね、学んだ人は成長しますよね、うん、だから学びたいか学びたくないかだと思う。だから誰でも彼でも基礎発声が必要だ、誰でも彼でも上手くなる、そんなんじゃなくって、やっぱりやる気がある、もしくは夢をどうしても叶えたい、諦めきれないとかっていうパワーが自分の中にある人はやっぱり上のステージに行ってもいいのかもしれないですよね、うん、じゃあですね、最後に告知なんですが、あと少しなので、じゃあですね、告知1個の方、今ボイトレでこういろいろベニベニプロデュースで今日第1回お送りさせていただき、いただいておりますけれども、このあと22時からまた私番組やらせていただきますので、あのボイトレランド、まあご存知の方どのぐらいかな、先生僕を武道館に連れてってくださいっていうか、どっちかっていうと見切れて読めないっていうごめんね、ごめんなさいね、感想を受けばね、スクロール、あ、時間ないんでいいですよ、ね、ごめんなさい、次の22時からの方のやつでもまたボイトレいろいろお話をします。で、特にそっちは今日はこっちでは彼女がボーカリストなんで、その発声とかですけど、恋愛関係、こういう方面とボイトレでものすごい重要なこと言いますんで、あの、で一番最後の方ではね、すっげえ特別プレゼントがあって、それは何かって今言えないですけどボイトレとか人間関係とか特に恋愛とかに興味のある方はぜひ22時から、同じコミでいいんですよね、放送しますので、ちょっと1時間空いてしまいますけれども、ぜひ22時からの方もご覧いただきたいと思います。はい、ん、何、あ、これは行くしかないなって、行く、どこへ、あ、次の10時からです、あ、そういう意味か、はい、うん、ぜひ来てください、お待ちしております、お待ちしております。じゃあね、あっという間の1時間でしたけれども、はい、改めて実際どうですか、こういうスタジオとか、まあ、カメラいろいろありますけど、やってみて、はい、やっぱなんかこうやってユーザーの方とコミュニケーションをしてるみたいで楽しかったですね、こうやっていろいろコメント書いてね、はい、くれると嬉しいでしょ、はい、嬉しいです、すごいいいコメントいっぱいいただいて、だからそれもね、やっぱ君が持ってんだと思うんだよね、なんかね、ありがてえってやめたみたい、ありがとうございますロックボーカリストなんでね、すいません、いいのかもしれないですけどね、はい、あのね、プロになりたい人は本当目指したらどうですか、単純な話で、なんで諦めるのか、そっちは俺には分からない、いいと思う、何歳でも可能性もあるんで、だから今ね、彼女はまだ若いですけれども、だから別にやっぱね、アイドル系で言ったらやっぱり17歳以上はもうちょっと厳しいっていうのもあるから、うん、本当にね、いつだって早いも遅いもないんですよ、うん、もう今しかないっていろんなことで言われると思いますし、その今っていうチャンスに食らいついてきたのはこの子なんですよ、だから今こうして番組に出てるんですよ、だからぜひあなたにも同じチャンスはありますし、またこの番組でこうやって出てきてくれている彼女をね、ぜひこれからも応援していっていただけたらなと思います、よろしくお願いします。だから本当にね、自分の夢を持っている人、彼女も同じですから、一緒になんかこう夢に向かってちょっとね本気出してもいいんじゃないかなと思うんですよね、どうでしょうね、その辺もね、はい、同じ夢を向かって頑張りましょう、やっぱりさ、はい、グダグダしてるよりもやっぱり一生懸命やっていきましょう、はい、じゃあ本日はこれまでになります、ありがとうございました、